知花くらら、森道代ら人気モデルを多数輩出している美の祭典、2019ミスユニバースジャパンファイナルが29日、都内で開催され、千葉県代表の栃木愛車温かもち、栃木愛車晴美24さんがグランプリに輝いた。今年冬に開催予定のミスユニバース世界大会に日本代表として出場する。父がガーナ人で、母が日本人で10歳の頃に日本に来たという。現在はホテルで勤務をしている。受賞の喜びを聞かれると、とてもすごく嬉しいです。去年から出ていたので、やっと夢が叶ったという気持ちで、いっぱいと笑顔を見せた。世界大会の意気込みを問われると、私の夢である偏見をなくす。これを世の中に発信できたらと語り、夢は誰もが過ごしやすい社会を作ること。私が一員となって、それが実現できたらと思いを馳せた。芸能界は特に考えていないですという。喜びを伝えたいのは家族。ありがとうと伝えたいです。ずっとサポートしてくれたのでと、感慨深げだった。日本全国から書類審査、オーディションで選出され、コロナ禍の間もオンラインで様々なレッスンと中間審査を通過した31人が登場。そこからファイナリスト10人が発表され、最終審査へと突入。スピーチ、水着、ドレス審査などを経てグランプリが決定した。美のワールドカップと言われるミスユニバースは1952年に発足、日本代表は当初より参加。1959年に小島明子、2007年に森が世界一に輝いている。小島明子、2007年に森が世界一に輝いている。